コンゴ民主共和国の地方行政区画では、今後民主共和国の地方行政について述べる。現行の今後民主共和国憲法では、都市と州の性格を合わせ持つ、都市州である州と近社差特別州及び25の州に区分されている。各州は憲法に規定された範囲内での自治権を行使できる法人格である。2009年までには、 この新行政区画へ移行される予定であったが、2010年10月に中止、2012年事件では、休業制区画のままであった。その後2015年1月9日に国民議会において可決、移行された。州の元は都市、または地区に分けられている。前者の市は都市型コミューン、後者の地区は農村型コミューン、主張区。 小区を管轄する。それより、下部には型を問わず、コミューンには、外区が、市長区及び小区には、村落連合が結成されている。村落連合には、複数の集落が所属している。現在の州及び、近社差州と近社差特別州及びその他の25州によって構成されている。第2級行政区画集ごとに色分けした市と地区の地図、 今後民主共和国における市は、州の下にある第二級行政区画の一種である。地区と同格の地位を中央政府より与えられている。社会的インフラストラクチャーを備えており、経済規模は大きく、人口は10万人以上であることが条件となる。2019年時点で35市が存在する。この中でも、 首都近社差はさらに州と同等の地位が与えられている。地区は、州の下にある、第二級行政区画の一種。都市化の進んだ、都市地域は上述の市となるため、市に比べて都市化があまり進んでいない郊外、農村部を管轄している。総数は145。在イル共和国時代はゾーンが似た役割を果たしていた。 こちらについても、地区と訳される。第三級行政区画コミューンのうち、市に設置されているコミューンは都市型コミューンと呼ばれる。農村型と比べて、数は少ないものの、都市化が進んでいる。総数は137。市町村だと町に相当する。地区に設置されているコミューンは農村型コミューンと呼ばれる。総数は202。 市町村だと村に相当する。小区は、コミューン、または、主町区に含まれない地域を管轄する、行政区である。総数は478で、同格の行政区画の中では、最も多い。市町区、または、州町区は、伝統的な部族、血縁集団をもとにした、行政区画である。 特定の部族、一族からなり、その長である主張によって統治される。総数は259。すべての州にあるわけではなく、近社差を含めた7州には存在しない。第4級行政区画外区はコミューンに割り当てられている、小地区である。近隣住区とも呼ばれる。総数は2187。村落連合は、小区、または、 主張区を構成する収録の集まりである。総数は6053。一部の村落連合は法人格を持っているが、法人化された村落連合の数は87で全体の1%程度にとどまる。近社佐特別州の村落連合はすべて法人化している。ザイール共和国時代は村落共同体がこれに近い。 第5級行政区画集落は、同国の最小となる、行政単位である。総数は78,855で、26州の、平均値は3,032.9。複数の集落で、村落共同体を形成する。1884年のコンゴベルギー領時代前期の、地図1912年以降の地図ベルギー国王。 レオポルド2世による、私有地時代には4地区があったとされ、植民地となった、ベルギー領今後になって少し後の1910年9月1日に、カタンガを編入。4地区に分かれていた。しかし、1912年時点では、地区は22に増えた。以下は、その一覧である。 1933年以降の州地図1933年10月1日に6つの州に再編された。後に県、地区が州の下に設置され、行政区画は州、県、地区の3層となった。1947年時点で6州25県があった。独立当初の行政区画1960年。 ベルギーから独立した、コンゴ共和国は、ベルギー領時代の行政区画から再編を行った。1960年の独立当初は、ベルギー領時代と変わらず6州であったが、その後は増加し1963年6月25日時点では、首都レオポルトビルを含めた22州となっている。この一方で、コンゴドーランと呼ばれる内戦が勃発。 カタンガ国や南火災鉱山国などがこの混乱に乗じて独立宣言を行い国内は混乱に陥ったこの動乱はモブツ政権樹立まで収束しなかった行政区画はベルギー領時代と変わらず州県地区であり当初は6州24県132地区の体制を維持する予定であったしかし内戦の勃発によって断念し 県を州へ昇格する方針に転換した。1966年から1988年までの行政区画、モブツセセセコが政権を握って間もなくの頃、1966年7月1日に、八州一市へ再編した。また、在ルカ政策を実行し、カタンガ州は1972年に、シャバ州に、 中央コンゴ州は1975年までにゲザイル州に解消し、他にも多くの地名が解消された。1980年、またはそれ以前にゲザイル州から近社祭7949平方キロメートルが割上された。1988年、キブ州が分割され、北キブ州、南キブ州、 マニエマ州が誕生した。政権崩壊時の行政区画は一市と重州であった。また順州が41、地区が216、地域共同体が737あった。行政区画は、州、順州及び市、地区、地域共同体、村落連合、集落の順に細分化された。高度に、 中央集権化が行われていたためいずれも自治権がほとんどなかった。中の州と近社サザイるール共和国崩壊後、1998年7月2日に新たな地方行政法案が成立した。州の数は変わらなかったが、法人格が与えられた。また近社探しと州を合わせ持った特別州であることも確認された。州の開業性区画の構造は、 大別して都市部と農村部の2種類に分けられた。一方で、第2次、今後戦争や地方の紛争によって事実上独立した地域も存在した。2013年6月20日に、これに代わる新たな地方行政に関する処方が成立し、2015年に施行された。かつての県の多くが州へ昇格した。ありがとうございます。